コミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです。全国高校サッカー選手権の決勝が9日国立競技場で行われ、はい、岡山学芸館が3対1で京都代表の東山に勝利し、岡山県勢として初となる優勝を飾りました。はい、ね、これは東山残念でしたか。そうですね、東山残念でしたけれども、うん、まあ、一方でこの岡山学芸館は昭和63年、はい、うん、それこそまだ学校は非常に厳しい、いわゆるスクールウォーズのような状態から、はい、チームを先生がこう立て直してここまでということですから、あの高校スポーツってこういう話ちょこちょこありますよ ね、 ありますよ ね、 そうですね、またそういうところまた聞くとなんかキュッと熱くなるというのがあります。頑張ったねっていうね、はい、まあ、でも高校ラグビーも終わって冬のスポーツもね、はい、一通りというところで、まあ、あの本当3年ぶりにお客様を入れてるっていう大会もね、全国高校ラグビーもそうでしたし、そうです、ね、これも日常が戻ってきたな、ね、で言うてるうちにまたプロ野球がキャンプインとかになります。早いですね。その前に WBC を出してあります。そうだそうだ、今年は ね、はい、ね、それも楽しみです、はい、続きまして将棋の王将戦七番勝負の第1局が9日午後に決着、うん、はい、タイトル100期をかけて臨む、羽生善治九段は予想外の攻めで揺さぶりをかけましたが、うんうん、藤井五冠が冷静に対処、徐々にリードを広げ91手で勝利しました、まあ、あのやっぱり羽生さんと藤井さんがですね、タイトル戦で争うっていうのもファンにはもうたまらない、はい、そうでしょうね。一方羽生さんもですね、これあのタイトル取ると100期ということになりますし、うん、はい、これはあの本当に何て言うでしょうか、いつも思いますけど、将棋のニュースがこんだけこう大きな、ね、注目をされるっていうのは本当そう思います。時代が変わりましたね。羽生さんももちろんそうでしたけど、 やっぱその次がもうね、うこの藤井さんで、で言うと藤井さん成人式ですから、20歳ですからね、若いわそれ頭の回転も早いわ。 いいでしょう、ね、はい、うん、ではニュースランキング参りましょう、うん、まずは5位です。9日成人年齢が18歳に引き下げられて初めての成人の日を迎えました、はい、ほとんどの自治体では20歳に限定した式典が行われ、うん、18歳の成人式を行う自治体は全国で少なくとも3つの市と町にとどまったということです、はい、法務省のアンケートによりますと、ほとんどの自治体が対象年齢を変えなかった理由について、うん、18歳にすると受験と重なり出席者が減少するからが最多になりました。まあ、これはよく言われてましたけど、現実としてそうですよね。ね、この時期にはなかなかね。やっぱりこうなんていうんですか、馴染みとして成人というのはまだこうなんか20歳っていうところありますし、はい、そうですね、まあ、昨日もあの晴れ着姿のお嬢さんたち大勢歩いてらして、はい、あの必ず横にお母さんついてね、はい、大きいスーツケースをこう、そうそうそう持っててね、荷物持ちはお母さんですからね。でも本当におめでとうございますですよね。本当に良かったです、はい、うん。続いて第4位です。全国の警察が去年1月から11月に受理した110番通報の件数はおよそ850万件で、前の年の同じ時期と比べて65万件余り増えました。また警視庁によりますと、東京都内で去年受理したおよそ187万7千件の110番通報のうち、テレビが故障してワールドカップが見られない、家の電話の音量を大きくしてほしい、時計が動かない、図書館で新聞を他の人が読んでいて読めないなどの不要不急とみられる通報は35万5千件に上り、一昨年と比べおよそ 1.3 倍に増えたということです。まあ、1月10日110番の日ということでこのデータ出るんですが、はい、このお話聞いてると、そんなことで電話するかって思いますけどね。思います。110番がまずどういうものかということから周知徹底しないことも、ね、こういう電話1本あることによって本当に必要な人に、まあね、繋がらないというケースがゼロ電話、可能性ゼロじゃないですか。そうですね、また電話を取りになる方もね、はい、大変だと思います、はい、続いて第3位です。年末年始に一時中断していた全国旅行支援が割引率を引き下げて10日から再開されます、はい、10日から再開される全国旅行支援は長期的な支援を行うため、割引率を従来の 40% から 20% に引き下げ、公共交通機関を使う旅行商品の場合、1泊あたり上限5000円、それ以外は上限3000円の補助となります、うん、
また土産物店などで利用できるクーポンは平日は2,000円、休日は1,000円となり、原則電子化されるということです。やっぱりこれが始まってからなんですけど、はい、特に東京の、宿が全然取れないみたいな、みたいですね、予約でいっぱいって、そうそう、で、なんならお値段もちょっと高くなってるんじゃないか、そうなんですよね、なくなり次第ということで、まあまあ、少なくともね、その傷んだ旅行業界を支援するという意味では非常に大事なことなのかなと思います、はい、長くやってほしいですよね、そうなのかね、そこですね、はい、続いて第2位、日米両政府が13日にワシントンで開く首脳会談で宇宙分野の連携強化を確認することが分かりました、アメリカ主導で日本も参加するアルテミス計画を通じて日本人初の月面着陸の実現、月面基地建設などを視野に協力を深めるということです。またアメリカの対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条を宇宙空間での攻撃に対しても適用する方針を固めています。近年中国やロシアが人工衛星を無力化する攻撃衛星を開発を進めており、はい、そうした攻撃を阻止する狙いがあります、まあ、本当に現実問題として宇宙というところを、ね、が一つの大きな、まあ、そういう場になってしまっているというところですから、現実としてどう対応していくのか大事な話ですもんね、はい、これもね、はい、では第1位です、岸田総理は9日フランスパリでユネスコのアズレ事務局長と会い、佐渡の金山に関する日本政府の立場を説明しました。世界文化遺産登録に向けて理解を求めたとみられます、日本政府は2022年2月に佐渡の金山をユネスコに推薦しましたが、内容の不備を指摘され今年の世界遺産登録を断念、推薦書を修正し24年以降の登録を目指しています、まあ、推薦書の一部にですね、十分でないところの、はい、記載があったということだったんですけれども、まあ、一方で韓国はですね、昔ここは強制労働の場だったというメッセージがあって、推薦を撤回しようほしいみたいなところもありましたけれども、このあたり本当に正しい歴史的な理解と含めて、ね、しっかりと手続きしてほしいなというふうに思います、はい、ではコマーシャルの後、常連さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時26分回りました。ここからは常連司さんでございます。常連さん、おはようございます。おはようございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。というよりも、常連さんのところはもう、あれですか、はい、お正月明けは普通に4日ぐらいからお仕事、もっと早いから。お正月、まずは年越しでね、常年年来る年やらせていただきまして。常年年来る年、どうでした？どうでした？私ちょっと。いや、大盛り上がりでしたね。そうですか。すごかったです。はい。40分ぐらいやったんですけどね。年越しで。越年をしたわけですか、みんなで一緒にカウントダウンして。そうですね、カウントダウンしながら越年して、突然カウントダウンの前までに、いいねが2000ないとダメとか俺が言い出して、おせーとか言ったりとか、わけわかんないことやって。まあ、エンジョイしてはりますね。何よりです。そうですね。一番ですよ、はい、それが、はい。さあ、そんな常連さんでございますけれども、はい、まずは今年最初の話題はこちらでございます。さあ、自民党の麻生副総裁が防衛増税に理解を求めるでございます。自民党の麻生副総裁なんですが、9日昨日ですけれども福岡県で講演をいたしまして、ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事の可能性などを挙げまして、防衛費を増額するための増税に理解を求めました。講演の中で麻生氏はロシアによるウクライナ侵攻について、国連は何も機能していない、自国のことは自分で守らなければならないという現実が示されていると指摘しまして、今後ロシアが北海道に攻めてこないという保証はないという危機感も示しました。まあ、この防衛増税について JNN の世論調査では賛成が 22%、 反対 71% という結果が出ていますが、はい、さあ、常連さん、まずは昨日のこの麻生さんのメッセージはどう捉えたらいいでしょうか、うん、まず麻生さんが言ったことね、はい、国連は何も機能していない、自分のことは自分で守らなければならないという現実が示されているというのは、うんうん、まあ、これはもうちょっと丁寧に言うと、はい、国連だけを当てにしても、うん、助けてもらえませんよと、うん、なるほど、国連だけを当てにしててはダメですよと、うん、はい、自分の力で、その自分の力含む、うん、同盟国っていうのがありますから、はいはい、ね、同盟関係とかをちゃんと外交ね、事前にやって、うん、例えば日本だとね、今日米同盟とクアッドと2個ありますから、はいはい、ね、クワッドをもうちょっと軍事同盟みたいな感じで、まあね、ブラッシュアップしていく必要もあると思うし、うん、でそういうことしなきゃいけないと、うん、でそれやるにあたって自分は何も努力しないで守ってくださいなんていうのはないでしょうと、そんな虫のいい話は、うん、はいはい、うん、だから自分のことは自分で守るって最初に意思を示さないと、うん、ウクライナ見れば分かる通りね、あれだけウクライナ頑張ってるからみんなで助けようってなったわけで、うん、
あのクリミア侵攻の時みたいにみんな裏切っちゃってね、うん、もう別にもうロシアになっちゃってもいいやみたいな人ばっかりだったら、うん、こんなに一生懸命やらないですよ、うん、まあそうですね、ね、うん、他の諸国もね、うん、それからロシアが北海道に攻めてこないという保証はないというこれはその通りです、うん、ガチで検討してましたから、うん、2021年ね、うん、一応検討したんですよ。フィンランドとか日本も検討したらしいんですけど、うん、あのフィンランド攻めたら NATO 来るなと、じゃあそうですね、日本攻めたらアメリカ来るなと思ってやめたみたいですね、はい、バカですねこいつ本当にね、まあ、そんなの検討する前から分かってんだろうって話なんですけどね、なんでしょうね、はい、あの今まで我々もまあそんなことないだろうなみたいな、はい、いうようなちょっとした楽観論みたいな現実としてあるかなというところがありましたけど、はい、どうやらそんなものではないというのは突きつけられましたよ ね、 ねこの一年で。そうですね、これ実はあの大阪経済大学のね黒坂誠先生が今ツイッターでものすごいやり合ってるんですけど共産党の人と、はい、要はねあの黒坂さん曰くね、共産党の人はロシアとか北朝鮮とか中国をね、うん、基本的に平和勢力だと思ってると、うん、なので、うん、こちらが刺激しない限りは向こうは来ないんだと、あ、なるほど、来るわけないじゃないですかっていう理論なんですよ、でもそれが間違ってるってことが今回のロシアのウクライナ侵攻で分かりましたよね、うん、確かにそうですね、欲しい時相手が弱いと見てチャンスだと思ったらいろんな難癖つけてくるんですよ、で、いまだにねその、まあ、一部のねその左派の方の中でね、その NATO が東方拡大したから あのロシアが攻めたのはね自己防衛なんだみたいなこと言ってる人いるんですから、これ嘘ですからね、東方拡大しないなんて約束どこにもないし、あのベルリンの壁が崩壊した後ソ連軍が撤退するまで NATO 軍は東ドイツの領域入らないよっていう約束があったんですけど、それをめちゃめちゃ楽観的に拡大解釈してそんな陰謀を言ってるわけですよ、で全部これ論文で否定されてるの未だに言ってるでしょ、でこういうの気をつけなきゃいけないですよね、まあそういうの話を麻生さんはしたということで、あのまあ防衛増税というか防衛費の増額を求めたってとこまで僕はもう 100% 一致です、問題は増税かどうかってことですよね、そこが大きい、でこれはもうみんな財源が他にあるってこと知ってるんで、はい、この番組でも散々言ってるじゃないですか、そうですね、はい、はっきり言って岸田さんの任期中にこの防衛増税について検討する必要ないんですよ、だって買いため特会30兆ぐらい余ってるし、2021年度の基金がまだ12兆とか余ってるんですよ、だそういう予算の付け替えとかでも無駄なことやんないで、あとね復興増税とか言って増税したけど結局復興以外のこといっぱい使ってるとかインチキあるじゃないですか、こんなん見直せばまだいくらでも出てくるわけでね、で、まあ、あまりにもそのまあ世論の中で、まあ、今回 JNN の世論調査でもね、まあ、防衛増税については反対という声も多いという中でですけれども、昨日、はい、あの高橋さんとお話を聞いてましたら、高橋さんはね、もともと財務省は所得税、法人税、タバコ税という話があった中で、さすがに所得税はまずいなということになって、今度これお酒に変えてくるんじゃないかって話があって、マジっすか、はい、あでも高橋先生そういうんだったらありえるかもしれませんね、はい、ただそうなると結局やはりこう、はい、いつも議論になりますけどその1兆円規模というところは何としてでも増税という形で財務省は賄いたいということなんですよね、だから1兆円ぐらいのね、その増収というのは景気がちょっと上振れしたらね、1兆円ぐらいすぐ出ちゃうんですよ、はい、ね、でしかも今、余ってるお金でも1兆円ぐらいあるわけですよ、全然。はいね、だって、外為特会のお金使ったら30年ぐらいその1兆円確保できるわけじゃないですか。30年後の税収ってどうなってるか誰も分かんないんで、まあそうですね、今その道筋をね、もう日本経済ダメになるっていうようなこう、ね、前提で彼らは道につけようとしてるんですけど、おかしいですよね。で、さらに言うとね、岸田さんでもう片方では所得倍増とかね、給料上げてくださいとか言ってるわけでしょ。そうですね。それ、景気良くなるってことから増収するってことじゃんと。なんで税率上げないといけないのって話ですよね、増収分で全然1兆円出るじゃんって思いません、ね、矛盾してますよね、まあ、でも例えば甘利さんも子育て増税とかですね、はいはい、やはりあの自民党の中でも今増税をしたい組と、いやいやそれはまかりならんという組とで大きく分かれてると思うんですけど、したい方からのメッセージなんかじわじわこうボディーブローというわけじゃないですけど、はい、牽制という感じでしょうか、出てる感じ、まあ、甘利さんの発言はね、結構誘導尋問で切り取られたみたいなところがあるので、ダメなんですけど、ただね、甘利さんもやっぱ脇甘くて、そういくら誘導尋問でも消費税上げるかもしれないとかいうようなこと一言でも言ったら絶対切り取られて使われるんで、言っちゃダメなんですよ。だからね、甘利さんの発言が切り取られてるのはね、純粋に切り取りって言ってないとかってなんか批判するやついるんですけど、いやでもそれね、切り取られるの分かってんだから、この状況でみんなね、Z のポチなわけですから、はっきり言って、マスコミのそういう
うね、うん、あの待ち構えてる人たちみんなそうだから、うん、それ分かってて言っちゃうってこと自体がやっぱりね甘利さんの脇の甘さだし、うん、甘利さんもやっぱそういう意味で言うとね、うん、使われること分かってて言ったんだとしたらやっぱ増税派っていうようなカテゴリーになっちゃってもしょうがないですよね、うん、これはね、まあ、そうじゃないっていうんだったら全否定してほしいですよ自分で、うんうん、ある意味こう、はい、そうでないという人たちはこの消費税増税という言葉がリンクされないようにしっかりと気をつけて発言した方がいいということですね、はい、メッセージ出すそうですよね、どう切り取られても、増税なんかする必要ないしね、うん、必要もないしあのやらなくていいのになんでそういうことになってしまうのっていうのはやっぱありますよね、うん、どうしてもやっぱりあの増税ありきで進めたいんでしょうね、うん、おそらくね、まあ、そうなってきますとね、はい、例えばまあ23日から始まる国会の中で特に野党はですね、はい、この増税というところに反対という非常にまあ大きな旗印でですねある意味では、はい、自民党の一部とも組めるんじゃないかというところも含めてあるかもしれませんけれども、さあ一方でその立憲民主党の泉さんが、うんまあどうでしょう水と油とまでは言いませんが同じ野党の中でも路線の違う日本維新の会とですね、はい、なんならちょっと歳出改革とか身を切る改革みたいなところでは、はい連携していいんじゃないかという発言もありますけれども、はいはいうん、いや多分ねあの統一教会の問題で連携してちょっと評判良くてね、うんでそれで味しめたんだと思うんですけど、うん、あのこれねいつもこれ問題なんですけど基本政策で一致しないね、うん、2つの党がね、はいまあ、おそらく選挙が近いということで、まあ、ちょっと野合的にこういうこと言ってんでしょ、うん、でこれは多分ねあの立憲民主党のコアな支持層ね、うんまあ、あの有権者の1割ぐらいいると言われてるんですけど、はいまあ、その人たちがもう早くもキーって言ってますよね、まあ、そうでしょうねもうツイッターでも暴れてますよもう、うん、そういう人たちが、うんうん、だって維新ってある意味ほら新自由主義がって言われてるその新自由主義をそのものをやろうとしてる集団だっていう風に言ってたわけでね、うん、根本のところは一致してないわけですからね、そうそうそう、うん、でそのコアな支持者がどっちかっていうとこう取られてる令和新選組あたりはですね、はいはいはい、むしろ維新を目の敵にしてやってますよね、うん、自民党以上にね、だから、はい、野党が一枚岩になれるかっていうとこれはもう一枚にはなれないですからね、うんですね、だから、うん、やっぱり立憲民主党は観光路を切れるかどうかなんじゃないですか、ん観光路あのいわゆる自治労とかねあの辺ね労働組合の中でもその公務員系のところでその過激な人たちいるじゃないですか、うんはい、であれと要は普通の民間の会社の労働組合とでまず全然路線違うわけですよ、うんはいはい、だってあの日立って会社あるじゃないですか、はい、日立のね大きな工場がそれこそ日立市にあるわけですよ茨城県の、うんうんうん、で私日立市で公演やった時にねあの降りるとねあの駅降りると目の前に日立の工場あるんですけど、うん、横断幕が貼ってあって労働組合の、うん、原発再稼働で明るい未来みたいなこと書いたんですよ、うんうん労働組合ですよ。だって日立ってほら原発のタービンとか作ってるでしょ。そうですよね。そうでしょ。だからもう原発再稼働っていうのは組合としてのそのコンセンサスなんですよ。はいはい、でそれにあの下請けとかも全部含めて結構な人数いて、うん、私たちの生活どうしてくれるんですかみたいなこと言ってる労働組合もあるわけで、うん、こういう労働組合の多様な声をやっぱりまとめ上げるのって結構大変なんですよね。そうですよね。うん。稼働で原発即廃止とか言ってるね、そういうのと全然関係ない労働組合もあるわけでしょ。うん、はい。であの人たちほら妥協しないから大変なんですよ。そこもそこで一枚岩じゃないわけですからね。全然一枚岩じゃないんですよ。ですからね。はい、そう。はい。まあそんな中であの岸田さんが今ちょうど外遊出てらっしゃるんですけれども、はい、そんな中でですね、あの、はい、社会調査研究センターが世論調査の中で岸田さんにいつまで総理を続けてほしいかっていうまあ厳しい。これまたすごい質問自体がねもう厳しい。そう質問自体があの終わること前提に聞いてるんじゃないかという話です。でそうするとですよ、やっぱりそういうふうな聞き方になると早く辞めてほしいが1位で 34% でこれも気の毒だなってそうです、ね、これも気の毒だなと思うんですけど、とはいえ、はい、来年9月の、自民党の総裁の任期までっていう方も 22% あいるんだ。いらっしゃって、はい、できるだけ長く続けてほしいという方も 11%、ね、3割ぐらいいるんです ね, ね, ね、まあ現実的なって変な話かな、今年5月の広島サミットまでという方が 12%、 あ、まあ、ですから比較的早く辞めてほしいに分類される方がどうでしょう46ぐらい半分拮抗してるって感じですね、じゃあ ね、まあ、こればっかりはあの誰が決めるのかっていう話なんですけれども、はいですね、うん、私個人のこと言わせて個人的なこと言わせていただくと、うん、あの増税だけ棚上げしてくれればね、もう好きなだけ続けてくださいって感じなんですよ。うん、でももう任期中はとにかく増税の道筋、増税の道筋って感じでしょ、はい、でその批判されるから出したり引っ込めたりして、例えばその甘利さんの失言というかね、うん、まあその切り取り報道についても世耕さんと鈴木財務大臣とね、それから木原官房副長官まで動員してですね、いやあれは違いますとか言って否定してるじゃないですか、うん、
でもそういうふうにその思われちゃったり書かれちゃったりするってことは、あの簡単に言うとやっぱり増税内閣だと思われてるからですよね、もう周りからね。どうでしょうね、うん、こう気持ちの話を聞いてても多くのリスナーの皆さんもね、はいはい、まあとは言うても、結局はそこでしょういう話で感じてますもんね。ですよね、うん、だってあの小泉政権の時にね、小泉さんが私の日中は消費税増税しないって最初に言ったじゃないですか、はい、あれはあの高橋洋一先生が埋蔵金見っけてきて、この財源で行きますと任期中はと言ったら、おっしゃ分かったそれで行こうって言って、じゃあ俺増税しねえからって言って言っちゃったらしいんですよね。うん、そうしたら受けるじゃないですか、やっぱり、ね、もろ手を挙げても応援しようってなりますよね、小泉さん ね、うん、ね、いろいろ小泉さん揉め事起こしましたけど、自民党の中で、うん、でもやっぱり小泉さん人気ありましたよね。そうでしたね。うん、だ岸田さんもやっぱりその多少ね、まあ圧力あったとしても、もしねその増税の件でね、もう任期中やらなくていいんだから、うん、俺は任期中はちょっとやらんということをね、うん、もう言っちゃえばよかったのに、結局ずる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 ね、うん、あのいとこの宮沢君とかに引っ張られてるわけですよ。まあ、あの、うん、ご本人の気持ちの中ではそうでないのかもしれないですけど、やっぱり、いやご本人の気持ちの中でそうなんじゃないですか。あの、なんでしょう、やっぱりいい人なんでしょうね、いい方なんじゃないですか。いい人、まあでも今財務省に支えられてるので、財務省に足向けて寝れないような感じになっちゃってるんじゃないですかね、はい、それは大きいと思いますけどね、はいはい、では続いてこちらでございます。さあ、ブラジルでアメリカと重なる議会の襲撃がありました。ブラジルの首都ブラジリアで8日の午後、まあ、無効時間ということになりますけれども、ボルソナロ前大統領の支援者およそ5000人が大統領府や議会、最高裁判所などに突入し暴徒化をいたしました。警察による拘束者400人に達しているということなんですね。支持者らはボルソナロ氏が敗北いたしました昨年10月の大統領選挙不正だったとして抗議デモをしていたんですよね。で、アメリカのトランプ前大統領の支持者による2021年1月6日のアメリカ連邦議会の襲撃事件との類似性も注目されているということなんですが、まあ、ジョナさん、昨日のちょうどこの時間ぐらいには第一歩入ってたんですけれども、はい、このニュースどういうふうにご覧になってるでしょうか。いや、これね、うん、あの私が一番恐れていたことですね、うんうん、アメリカで起こったことがですね、はい、まあ、他の国にこう模倣犯みたいな形で、ね、広がっていくと、うん、で私日本分断計画っていう本書いたんですけど、はい、あの議会選挙事件のね、起こった直後かな、2021年ぐらいに確か、うん、一昨年出た本ですけど、うん、あの日本でもこれに近いことがあったら困るので、うん、あの今のうちに潰しときますっていう、そういうつもりで書いたんですよ。で、要はこういうことやる人ってほら、なんかトリック仕掛けてくるので、そのトリックの手の内を先にね、あの種明かし先にしちゃえばやりにくくなるので、はい、と思って、まあ、書いたんですけど、大して売れなかったですけど、そんなも書いたんですけど、種明かしってどういうところですか。うん、まあこれあの基本は陰謀論ですよね、うん、陰謀論で人々を絡め取っていくっていうのは基本なの で、うん、でアメリカ大統領選挙のね、あの、うん、まあ、選挙は不正だとか言って騒いでた人たちいっぱいいますけど、すね、はい、まあ、例えばあのシドニー・パウエル弁護士がね、うん、決定的な不正の証拠があると、うん、これはクラーケンだとかって言ったんですよ、あのなんかイカの怪物みたいですね、うん、クラーケンだって言ったんですけど、うん、クラーケンスルメイカイカだったんですよ、何も出なかったんですよね。あ、うん、何も出なかったし、あとそのなんかフランクフルト銃撃戦っていうね、有名なもうネタと、もうすでにネタになってるんですけど、うん、フランクフルトでデルタフォースとアメリカ陸軍がそのドミニオンのサーバーの奪い合いで銃撃戦をしたとかいう、もうむちゃくちゃな話とかね、そんな出たし、あとはその、まあ、1月6日 の、 あの、まあ、議会襲撃戦どう見るかですよね。愛国者たちが山にやまれずやったんだみたいな感じで、それこそ226事件のね、除名嘆願運動みたいなのがアメリカの中でもちょっとあるわけですよ。で、日本でもほら、あのテロリスト、安倍さんを殺したテロリストにね、お金を送ってしまうようなちょっと軽率なね、まあ、あえて言いましょう、愚かな人ね、はいはい、いるわけですよ、それテロを来賛するような。で、こういうのが広がっていくと、その民主主義っていうのが危なくなるでしょ。いや、そうなんですよ。で、民主主義が危なくなったらチャイナとかロシア大喜びじゃないですか。確かにそうですね。選挙をね、不正だって言い始めたら、はい、多分選挙が成り立たないですよね、はい、そうなんですよ。その通りですよ。不正行為はいくつかあるけど、ね、結果を左右するような大規模な不正選挙ってのは、それこそ、うん、ルカシェンコがやってるような選挙がそれですよ、ベラルーシで。で、そういうのは要は裁判所もね、全部いろんな人が見て、いや、そこまではなかったですってみんな言ってるわけだから、はい、ね、で、その国の司法制度がそういうふうに認めてるんだから、もうこれ以上言ってもしょうがないわけですよ。うん、なのにまだやってると、裁判所もね、うん、ディープステートの仲間なんだとか始まるわけですよ、あいつら陰謀論で。何の根拠もないのに言うんですよね。で、これ非常に困ることで、で、さらにね、ポイントはね、今回のこのボルソナロ大統領のこの支持者っていうのは、いわゆる、まあ、右派なわけですよね。はいはい、右翼なんでしょ、うん、愛国なんでしょ、うん、愛国なのに結局ロシアやチャイナが喜ぶことやってるんですよ。なるほど。これ戦前にもあったんですよ、偽装転向コミンテルンと僕は名付けてるんですけど、うん、まあ、これ名付けてるというかみんな言ってるんですけど、尾崎穂積っていうね、
ソ連のスパイがいましたよね、うん、日本に。でこれは要は近衛文麿さんの勉強会とかに参加したりして、うん、どっちかというと国粋主義だって見られてたんですよ。なるほど。ところがそこで強硬論が煽ることによって日本を無謀な戦争に引き入れて、うん、とにかく対米開戦やらせると、うん、チャイナと戦争させて、その後アメリカと戦争させて、うん、徹底的に疲弊した後、うん、ソ連に背後から襲わせて、うん、日本を、まあ、共産主義革命を起こそうとしていたっていう、まあ、恐ろしいやつなんですけど、うん、これ令和の尾崎ほつみみたいなやつが世界中にいると、うんね、まあ、これどうなんですか。そういうことです。はい、なんて言うんでしょう。今ネットとかも、ね、はい、含めていろんなこう、まあ、情報発信の仕方とか、もっと言うと情報 の手に入れ方ってあるじゃないですか、うん、はい、この程度例えば選挙は無効だみたいな話っていうのは実は、昔からあったものなのか。あったんです。昔からあった、うん、この手の陰謀論はずっとあったんです、うん、でね、むしろね、左派が言ってたんですよ、うん、政権取れねえから、はい、あ、なるほど、うんうん、日本でもあの武蔵っていうね、なんかあの投票用紙数えるシステムにね、不正があるとか言ってね、ずっと言ってたの左派なんですよ。うん、うん、でアメリカでもね、マイケル・ムーアあたりがね、うん、あのドミニオンのことね、うん、結構ケチつけてたんですよ、もともと左派が言ってたんですよ。ところがそれ向こうに取られちゃって、うん、で向こうにというかその右派の方に取られて、しかもまあロシアやチャイナが喜びそうなね、民主主義が機能してないとかね、憲法停止しろみたいな話につながるような陰謀論を今拡散していると、まあ、今回あのボルソナロさんとですね、はい、ルアさんの選挙がですね、考えてみたとき非常に拮抗してたっていうところがあるわけですよね、はい、そうですね、もう本当に、まあ、はい、もうわずかな差で、まあ、ボルソナロさん敗れたっていうところもあったと思うので、はい、だからそのあたりっていうのもあるのかなという気はするんですけどもね。まあ、トランプさんの時も、あとね、ボルソナロさんご本人がね、うん、あの電子投票システムのことを選挙期間中からケチつけてたんですよ、はいはい、トランプさんがほら選挙期間中から郵便投票で不正があるのかずっと言ってたじゃないですか。あれと同じことやってたんですよ。あの僕それで思うとね、例えば日本が今後投票が電子化されるのかどうかっていうのは、はい、近い将来あるのかどうか分かんないですけど、はい、結局電子投票とかになるとこの議論って絶対永遠にまた出てきますよね、はい、ですね。だからアナログでやった方がいいんじゃないですか、しばらく。んアナログでずっと手で買って投票でいいんじゃないですか。ね、まあね、確実ですかね。あのアメリカみたいに郵便投票が多くなって、これ郵便投票は郵便投票で、また、ね、あのその間にいろいろこう投票箱が盗まれたとかなんとかって、また始まるんですよ。そうですね、結局、はい、どれやなんで日本はもう世界に冠たるこのね、うん、開票をね、即日開票というすごいオペレーションがあるわけですから、はい、これができるんだから、うん、もうしばらくこれでいいんじゃないかと思いますけどね。ね、ジョーネーさん、やっぱりうち あの子供たちもそうなんですけど、うん、選挙ってやっぱり絶対、結果は絶対だって思ってるじゃないですか、はい、それが民主主義だって習ったんだけど、うん、こういうことってこれでひっくり返んのみたいなことでやっぱりびっくりしたりするんですよね。そうなんですよ、子供たちが。そうで、これでひっくり返そうとして実際に暴力事件まで起こしてるわけでしょ。うん、だこの問題すごい深刻なので、我々もですね、この手の陰謀論やっぱね、気をつけなきゃいけないんですよね。そうですね。で彼らのロジックって本当にね、もう稚拙なんですけど、世界には闇の政府があって、そいつらが全部支配しててね、でその、 あのルラは要はあいつは闇側なんだみたいな、そういう話なんですけど、はい、それ何それ、宗教みたいな話なんですけど、でも大の大人がそんな信じてやっちゃってるわけですよ、うん、日本でもだってこれ反ワクチンやってる人がみんなそうでしょ、うん、だからこれ本当気をつけた方がいいんですよね。でしかもポイントはね、右派で愛国なんですよ、うん、右派愛国って口では言ってるくせに、民主主義を弱体化してね、むしろチャイナやロシアが喜ぶようなことやっちゃってるってとこがすげえ問題で、うん、今回の件だってスティーブ・バノンとかね、まあ、トランプさん昔ね、はい、あのほら参謀、選挙参謀みたいなスティーブ、はいはいはい、スティーブ・バノンもこれは愛国者たちの行動だとかって褒めてるわけですよ、うん、でスティーブ・マノンはね、あの欧州のね、ヨーロッパの右翼とも結構つながってるんですよ、うん、でヨーロッパの右翼はことごとく親ロ派です。うん、ロシアの今回の行動はしょうがないとか言ってるんですよ。うん、お前右翼だろうと、おかしくねえとか思うんですけど、みんな向こうにやられちゃってるんですよね。だから本当ね、あの今はね、だからそのもともと左派が割とね、ああいうロシアとか大好きなんですけど、あの左派でも伝統的なその親ロ派っていうのもいるんですけど、今回あの遅れてきたですね、いわゆるその Q アノン系とか反ワクチン系の親ロ派っていうのも本当気をつけなきゃいけないですね。あの昨日、はい、高田さんとも喋った時に、ほら最近あの今ってね、民主主義国家と権威主義国家って言ってる場合に、はい、権威主義国家の方が何なら数が多いっていう話ですよね、はい、今ね、はい、となってくると、なんか世の中って実は、はい、悪い意味でそっちの方には流れちゃってるんじゃないかなと、なんか民主主義というよりも力で何かまとめた方がいずれにしろコントロールしやすいっていうところとか、なんか根本でね、なんか人間がそっちの方には進んじゃってんのかなっていう気をすごいするんですけどね、上泉さん、いいこと言いますね、まさにそれなんですよ。あのね、歴史をもうちょっと長いスパンで見るとね、もともと全世界権威主義国家だったんですよ。うんうんうん、ね、で全世界権威主義国家で、で初めてその民主主義が生まれたのって実はアメリカなんですよね。はいはいはい、
ね、でアメリカで起こったそのまあ独立戦争が、あのそれに従軍したフランス軍の兵士がフランス持ち帰ってフランス革命起こって、うんでまあ、あの民主主義が広がってきて、はい、でいわゆるその大国がね全部談合で何でも決めるっていうバランスオブパワーの時代から、うん、国際秩序といってね力による現状変更はやめましょうと、うんねうん、そういうことする人がいたらみんなで制裁するからダメだよっていう世の中がだん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 広がってきたんですね、はい、始まったのは、ね、第一次大戦が終わった後にそれが始まったんですよ、うん、世界的にはね、うん、で一番最初はアメリカの独立戦争で始まったんですよ、はいはい、でその流れがじわ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 来てるんですけど、うん、たまに揺り戻されたりとかしながらじわじわ広がってるんですね、で長い歴史で見るとむしろ国際秩序の方が広がってるんです、うん、だって日本だってもともと権威主義側だったわけじゃないですか、まあ、でもドイツもそうでしょでも今こっち側にいるじゃないですか、うんはい、ねなんかだからその揺り戻し の、 その僕らが今生きている2023年はどのタイミングなんだって、ね、どの位置なんだっていうのは長い歴史の中での考えにもなるんでしょうけどむしろ私ね、うん、今までの方が揺り戻しだったと思いますねあなるほど、うん、チャイナとロシアがあの国際的なサプライチェーンに組み入れられて、うん、エネルギーはロシアに依存するしものづくりはチャイナに依存するしって感じで、はいうんまあ、この人たちはもう戦争なんかしませんからみたいな前提で来たのが、うん、やっぱりこいつら権威主義国家だったなんてみんな気づいたんで、うんうんですね、むしろ逆にこれからその民主主義の方が僕は攻める時代なのかなと僕は結構あの天の弱なんでそのふうに思ってますけどね、まあはい、そうですねロシアの一番得意とするエネルギーみたいなのが今供給できなく で、ね、できにくい状況になって、はい、サプライチェーンの中では中国は今その中で世界から取り残されようとしてるわけですからねそうなんですやっと反撃が始まったかなぐらいで逆に僕は見てますけどねなるほど、はいどうしましょうもう一ネタぐらい言っときましょうかあ行きましょうか、はい、でも、はい、あのもう一つコマーシャルの前にこちらです中国の衣料品工場で大量解雇に抗議の大規模デモが起こりました中国は重慶にある衣料工場で7日突然数千人規模の解雇と賃金の未払いに抗議する従業員らの大規模デモが起こりました、はい、ゼロコロナ政策が終わりまして、抗原検査キットなどの需要が減ったことが背景にあるということなんですが、報道やツイッターの投稿によるとデモ1万人から2万人規模とかなり大きなデモですよね、賃金の未払いを賃金の支払い要求していますさあこちらも暴徒化したデモに対して盾を手にした、完全装備の警察隊交代を余儀なくされたということなんですが、うん、さあ常念さん中国もこんな動きがちょっとずつ出てるんですね、はい、荒れてますね荒れてますねあの一言で言うとですね、はいノー準備&ノーガードこれが今のチャイナですかねノー準備つまりノー準備っていうのは、うん、ゼロコロナやめるときに、はい何の準備もなくやめたんですよ ね、 確かにやめますって言って終わりですもん ね、 ですよ ね、 ですよねでこれなんでかというと白紙革命にビビったと、うんうん、いうことなんですが、はいはい、あの昨日僕動画でちょっとこの件ね話したんですけど、うん、あのどっちかというとですね財政問題だった可能性が高いとと言いますと、うん、あの PCR 検査とかやりまくってたでしょ、はいあれでねもう金かかりすぎちゃって、うん、地方財政火の車でもう無理ですみたいになってたともともとこれ産経新聞が報じてるんですよ結構特ダネですけどね、はい、でその無理ですってなってるところに白紙革命起こっちゃって、うん、でもうこれじゃもうちょっとしょうがねえなとで白紙革命広がり方半端なかったんでやべえなってことなんで、うん、もういいやと、うん、財政なんだしちょうどいいからやめちゃえっていうことで準備してないんだけどいきなりやめちゃったんですよね、うん、なんか強引ですねやってしまったらそう、はい、結局もうあのコロナはただの風邪ですから皆さん大丈夫ですみたいな感じになっちゃったんですよ、ね、でもあのそれはみんなどうしていいんだか準備が追いつかないわけじゃないですかいろんなものが、ね、まあそうですよね、うん、だから日本でもね中国がこれだけのねロックダウンするんだからものすごい病気に違いないとか言って大騒ぎしてた人たちいたんですけど、はい、チャイナがただの風邪ですって言ったからじゃあもうただの風邪でいいんですかみたいな話ですよねこれでもあのどうなんですか例えば中国の場合ってこういうデモみたいなものがあると、うん、なかなかこういうのってもうすぐに鎮圧されたりとか表に出てこないっていうことがあるんですけれども、はいまあ、こういった形でその例えば動画で投稿されるとか、うん、報道されるっていうケースをどう考えればいいんでしょうかね。いや、これはね、うん、やっぱりあの白紙革命の時からメッセージがね、うん、だいぶ変わってるっていうことで、うん、日本のチャイナ通の皆さんも結構色めき立ちましたよね、うん、あそうでしたね、うんうん、このデモはいつものデモと違うと違うっておっしゃってました、うんね、習近平やめろとか共産党ね、伊藤徳さんやめろみたいな、うん、こういうメッセージなかなか出にくいから、うん、こういうのが出てるってことはちょっと地殻変動あるんじゃないかって言ってて、うん、でその後ね、あの河南省で花火革命って言われてるようなあの花火の打ち上げで暴徒化した人々が、うん、パドがひっくり返して大騒ぎしましたよね、うんうん、で今度はその、まあ、PCR 検査会社 PCR じゃねえや抗原検査の会社か、はいね、抗原検査の会社の、まあ、ところでデモ起こってるし、あと、うん、PCR 検査員もねいきなり失業して、うん、ノー準備ですから、うん、いきなり失業して、うん、あの防護服のままデモしたりとかやっぱあったらしいんですよ。あなるほど、うん、なんてことを考えるとですね、やっぱりあの白紙革命で、うん、なんだ別に暴れても平気じゃんと
で暴れたら何とかしてくれんじゃん、だってあのこんなロックダウンだって解除になったしっていうことで、チャイナの民衆にですねちょっとその力の自覚、与えてしまった可能性があるかなと。なるほど。ということはどうですか、あの今後こういったものっていうのがじわじわと何かにつけ出てくる、可能性はありますよね。日本でもそういう時代があったじゃないですか、一向一揆。なるほどね。一向一揆、まさにそちらというか大阪本場ですけど、はいはい、あの奈良で始まった一向一揆がね、もう関西全土に飛び火して、で京都まで危なくなって、でそれを防ぐためにね、日蓮宗の人が法華一揆っていうのを起こして京都を守るみたいなね、室町時代そういうこともありましたけど、あの民衆が力を自覚するとですね、もう最終的にエネルギー切れになるまで暴れるってことはね、どの国でもあるんですよね。変えられるって思ったら、でもそうですよね、自然発生的に出てきちゃいますよね。で中国なんてもうずっとこのまあ閉塞感のある生活 ね、もう3年間ロックダウンやってたわけで、それはもうみんな耐えられないですよね。だから何でしょう、例えば習近平さんが3期目に入ってますますもって安泰かっていうふうに言う感じで思ったんですけど、思いきやです、はい、思いきやです、ね、っていうでしただったってことですよね、だったということかなと思いますね。わかりました、はい、でお知らせの後もう少しお話を伺ってまいります。はい、上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。さあ常念さんにお伺いする話、続いてはこちらでございます。 EV 市場、電気自動車市場ですね、日本は劣勢、海外メーカーが上位を独占しています。電気自動車 EV の2022年か1月から11月のメーカー別の世界販売台数で上位5位が全て海外勢だったということが分かりました。アメリカのテスラや中国のメーカーが上位に名を連ねた一方で、日本は日産自動車とフランスのルノー、そして三菱自動車の企業連合の7位が最高でした。一方2022年の世界の新車販売で見ますと、3年連続でトヨタが世界首位になる見通しなんですね。トヨタの昨年1月から11月の世界販売台数は前年同期横ばいの956万台、ドイツのフォルクスワーゲンが前の年と比べて 9% 減って742万台で2位ということなんですが、さあ常念さん、まずは電気自動車の分野で見ていきたいんですけれども、はいはい、まずこの上位の数字と合わせてですが、常念さんこれどう考えればいいでしょうか。そうですね、うん、もうちょっとね大きいスパンで考えるとね、自動車全体に占めるこの、うん、まあ、EV の割合ですよね、はい、これ結構増えてきてて、うん、一応ね、あの、まあ、IEA というね、国際エネルギー機関というところが調べて、これちょっとハイブリッド車も含んだ数字なんですけど、はいはい、あの2019年って 2.5% ぐらいしかなかったんですけど、うんうん、2020年に 4.2% と。ほう。で、あの、2021年にはですね、うん、8.6% かな。倍々ぐらいまで増えた。そうなんです。倍々ですね、なんで、これ、このペースでいくとですね、うん、どっかで逆転されるかもしれないみたいな、そんな感じですね。ね。一方で、テスラってこれだけ売れているにもかかわらず、はい、あの、なんか株価が下がってるんですよね。大暴落してます。うん、いや、これだけ売れてる以上に株価が上がってたという結論なんですけど、うん、まあ、いろいろとですね、将来を見越して株価ってついてますから、そうかそうか、言うほどいかねえんじゃねえというのと、あと、うん、今年は厳しいんじゃないみたいな見方と、あと競合もだいぶ出てきたねみたいなところで、まあ、株価はまあ今大きく下げてる感じですね。うん、あとはなんか、はい、2021年のテックバブルに乗ったみたいな部分もあって、はい、テックバブル今弾けたじゃないですか。なるほど、うん、で今ハイテク企業みんなリストラリストラみたいな感じですよね、うんうんうん、そうですよね、だそういう中で、うん、あのテスラの株っていうのもまあ敏感に反応してる可能性はあるかなと思いますね。これあの例えば EU とかアメリカは2035年にもう新車がですね EV のみになってきて、はい、ガソリン車ハイブリッド車も出られない、あの発売販売できないってことですよね。はい、うん、そうですね。ここに向けてまあ日本の、まあ、トヨタ以下ということになりますけれども、はい、ところがどういうふうな戦略で来るのかっていうことなんですけどもね。いやこれね、あのホンダはもう完全に EV に振るっていうことで決めましたよね。でトヨタは、まあ、ガソリン車の、まあ、ニーズもね、結構あって、うん、で、発展途上国なんか、特に EV よりもガソリン車の需要あるから、はいはい、まあ、社会インフラとしてトヨタ車はね、世界に普及しているので、うん、これをやめるわけにはいかないみたいなことをね、うん、トヨタ秋夫社長は言ってましたよね、はい、大体そんなようなこと。うん、まあ、ただEV をちゃんとやりますからということで、全車種EV をもう作るということで、はい、並行してやるみたいですけど、うん、まあ、果たしてね、どうなのか。で、今ね、ただ EV ちょっとね、下駄化されてるところがあって、はい、補助金山のように出てるんですよ。なるほど、はい、うん、日本でも今 EV 買うと補助金すごいですよね。そうですね、はい、うん、
だから補助金がないと売れない車だとすると、補助金切れた瞬間にもうダメになっちゃう可能性はありますよね。日本が世界に冠たるというかね、そのハイブリッドという技術に関してはもう世界トップクラスなわけじゃないですか、はい、そうなんですよ。でこれで勝てないから EV とか言い出したんでしょ。はい、だから F1 とかでほらレギュレーションがついついちょいちょい変更になって、何かとね、何かと変わってきます。そうターボ禁止になってみたりとかね、いろいろあるじゃないですか。あとはあのほらあのスキージャンプとかもなんかルールなんか変えてきますよね、はいはいはい、日本勢がすげえ強くなるとルール変わるみたいな、まあ、これまた陰謀論みたいで嫌ですけど、そうなるとなんか陰謀論っぽくなっちゃうんですけど、どうなのかな、現実はっていうのはね。まあでもね、実際にちょっとそういうところあるかもしれないですね。なんでかっていうと、トータルで見た時ハイブリッド車の方が二酸化炭素が出る量少なかったりするんですよね。トータルで見た時に。ではちょっとすみません、7時の時報の後そのあたりのお話をもう少し聞いていきたいと思います、はい、では一旦7時のお知らせでございます。これでもまあ確かにジョナサンカーボンニュートラルの議論はね常にそこだと思うんですけど、はい、例えばこのために、はい、例えば全て工場を建て直してラインを作り直してってなって、はい、そこに出ている、二酸化炭素の排出量を考えた時にっていう議論がありますよね、はい、トータルで。そうなんですよ、はいはい、でね今ちょっと私今手元にですね、うんはい、これおそらくあのエネ庁の論文だと思うんですけど、うんこれで見るとね、あの要はハイブリッド車って既存のなんかラインが使えるんですよね、はい、生産ラインが。 なので単純にですねハイブリッド車の費用対効果っていうのは EV の6倍以上あると、うん、でその全体ライフサイクル全体で見た CO2 の削減効果を比較すると、うん、ハイブリッド車と EV 車って変わんないんですよ、うんうんうん、だから EV 車って結局ほらあの作るのにねあの、まあ、送電ロスとかあったりとか、はいはい、それから作ってるその、まあ、その電気そのものも二酸化炭素燃やして作った電気を、うん、すげえ送電ロスしながら送ってる可能性もあるじゃないですか。そんなん全部入れると、うん、あのハイブリッド車って要はあの車の中で発電してるわけで、はいでしょ。でその作り方もあの既存の施設使えるので、うん、非常に効率的に作れるとかあるので、うん、あの費用対効果で考えるとね、うん、EV の6倍以上のですね、うん、まあその、まあ、その CO2 の削減効果あるのに、うん、なんでこれダメなんだということですよね。そうなんです。だその企画を作るときにもうちょっと日本頑張んなきゃいけなかったわけですよね、うん、多分本当にそれで言うと今更ながら遅い話なのかもしれないんですけど、まあ、実際例えば常念さんとか向川さんとか、はい、僕らがね生きてる間っていうと、はい、2035年あくまで新車の販売ができないということですから、そうですね、まだどうでしょう、この直前ぐらいに発売された車は、はい、何十年かはこう乗られるわけですよね、何年かはね、まあ、そうですね、うん、はい、でもそれでいずれあの先細っていく市場っていうことになると、あのやっぱ株価というのは未来見てるんで、そうですよね、あの例えばトヨタの成長性は厳しいみたいな風な判断されちゃうかもしれないですけどね。現実として2035年ですから、あと、まあ、それこそ10年もするとね、はい、もうどうでしょう、あの車屋さんに行くと売ってるのは、うんね、もう EV 車がずらっと EV しかないみたいな、ね、な並んでるんでしょうね。うん、あと10年も経つと。確かにね、あの我々があの小学生の頃って石油があと30年でなくなるとか言われてたじゃないですか。うん、でまだあの今まだ40年でなくなるんでしたっけ、いつなくなるのかよく分かんないですけど、はい、であれなんでないことになったかっていうと、うん、あの石油の採掘量が増えたわけじゃなくて、はい、石油を効率的に使う技術が開発されたんですよね。あ、なるほど、今までよりも少ない石油で、うん、同じような効果もしくはそれ以上の効果を出すような技術が開発されて、はい、ここまで来たわけですよ、はいはいはい、であの EV も、まあ、要はそういう流れなんでしょうけど、うんうん、ちょっと今のやつはなんかそのね世田谷自然左翼じゃないですけど、うんうん、もうなんかその頭でっかちでね、もう先にもう EV 車ありきみたいな感じでやってるので、まあまあ、これはあんま良くないんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、あのぶっちゃけた話、我々乗る側からするとね、うん、もうそれしかありまへんって言われたらその選択肢しかもうないわけですから。そうですよね、うん、まあ、ただお作りになる方はそれこそおっしゃるようにライン作り変えてなんとかでっていう、その作業は果たしてあと10年でねどこまで追いつくのかなというのが、そうですね、あとまあいろんなね問題があってね、 EV ってほら充電に時間かかるじゃないですか。そうですね、ガソリンの給油って5分で終わりますよね、はい、やろうと思えば、うん、でも EV ってあの、まあ、例えば電結を起こして、うん路上で止まっちゃったりすると、うん、動かすのに充電するのにまた何分もかかるので、そうそうそう、下手すと1時間とか。だから考えたらそうなんですよね、そのエネルギースタンドのあり方がどうあるのか、はい、これもいろんな規制があるわけですから、うん、そうですね、うん、実際チャイナではほらあのこの間のなんか秋の連休の時に、うん、あの EV が渋滞を起こして電結を起こして大変な混乱になったというのがニュースになってましたね、うん、でも
あの、はい、いずれあの車だけになるとそんなお話はちょこちょこ出てくるんでしょうね、銀とね。だからまあその充電のインフラも含めてですね、はい、考えないと、まあ、都会では乗れるけど、はい、冬場の、ね、山ではもう止まっちゃうとかだと止まっちゃうし、ね、だからあの向川さんの、ね、住んでるところが、はい、あのまあ、日本のマチュピチュって言われるぐらいちょっと標高高いところに住んでらっしゃるんですよ。そうなんですか、マチュピチュにお住まいなんですか。はい、はい、あの なんでちょっとあの本当にええなちゃんと間に合うかなってそればかりが心配なんですね。EV 車が多くなった時に、ね、EV 車朝動きませんとかね、気温低下で動きませんみたいな、まあ、来ない理由になるかなっていう、ね、はい、はい、ではそんなコーナーで今年も楽しく愉快によろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。